よし、みなさん、ザ・グッズ・ナイトです。今日の特別のレビューは、ついに、エルカン・スペクター・ディアのオプティクが、来ました。イェーイ。これのオプティクいっぱい待ってたのに、この作ったの会社がわからないの、本物のマーキングがあるけど、本物ではありません。上の方は、このリアサイトとフロントサイトのアイロンサイトが入ってるので、ちょっと使いづらいけど、なしより便利ですね。なんとか、近くに来ればとよく見えないと、ポイントシューティングみたいな感じ、ちょっと上から見て、パパパパパンすぐにできるから悪くないですね。オプティック使うの方はちょっと見づらいけど、どこだった？ 1X、我慢。全然見えないですね。まあ、サイトオプティックが悪くないけど、この感じがいいか。よいしょ。よいしょ。アイリリーフが本物より全然違うですね。これで使いづらいのに、あ、これ使ったらもっともっと見やすいけど、見やすいけど、そう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 、それが見えるけど、中にはちょっと見づらいですね。こっちから、そうそうそう、ちょっと、まあ全然カメラで見づらいけど、ちゃんとチックワールド使ったら見るが全然問題ないになるです。こちらの方で、よいしょ、こちら、CR1620 のバッテリーが入ってます。そのシャファイルの電池じゃなくて、そのカメラのようやつ、これは偽物からさ。それとこのレバーには、1にセッティングする、ちょっとダウンと前にやったら 4X に平行群の感じになっています。今回見えるかな、大変ですね。全然見えない。英語のバージョンも最近作ったのに、それもよく問題あったし、上下右左、まあどっちでも見えないっすな。ほら、全然ダメだね。まあね、おお、とととと、できた。ちょっとそうの感じですね。中にはそのオプティック見えるさと、ライトも見えてるし、こっちしたらもうちょっと見やすい近くのバージョン。まあこれで分かりづらいですね。カメラも不思議になった。まあでも大体よく待ってた、これは大体 500g から、マガジンの1個みたいの同じ重さ。でもビデオは大体そのままで、これでよく確認するとか、カウンター掃除機にするの感じが超いい感じですけど、でもちょっと本物より使いづらいですね。見づらいから。本物は超綺麗からさ。まあいいけど、まあ、大体ちょっとビデオを作りたかったので、やっぱその説明、すごくかっこいいみたいなやつだね。でも大体以上です。作ってるような会社本当にわからない。でも、他のレプリカよりこれがちょっとジョットですね。大体以上です。じゃあ皆さんお疲れ様です。今度ですね。